ピオキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースクロックマンショントロールということで、規則正しい共同生活という意味でしょうか。そんでこのコース説明文に書いてる通りですね、いろんなトロールコース職人がテストしてるっぽいんだよね。で、すごいのがさ、名前を見る限りみんなトロールコース職人で有名な方たちなんですよ。ということはこのコース、とても高いクオリティを期待できるんじゃないんでしょうか。だがしかし、このマンション秩序が守られていないようですね。とても治安が悪いみたいなんですよ。なんで僕は今日このマンションの管理人となって治安を良くしていこうかなと、そう考えております。まず一つ目の部屋に入っていきましょう。ここはスラム街だよ、気をつけた方がいい。誰かいるんじゃないのか。僕を狙っているんじゃないのか。管理人さんが来たと、みんなで狙っているんじゃないのか。いやいいじゃねえかここで、めっちゃ治安良さそうだよね。ほら、キノコもくれてる。お土産まで置いてくれてるんだね。開幕花なるほどね、ここの住民たちは影から攻撃してくるっていう感じだね。見えないところからボンバーマンにやられたらさ、角の隅っこから爆弾を投げるやつらみたいな感じの雰囲気だね。それじゃあ進んでいきますか。ここから何が来る、また何が闇の四角から飛んでくるんじゃないのか。一旦このブロックの上に行ってみようか。まきびしまで用意してきてるよ、ここの住民は。ほら、みんな出てくるんだ。僕は管理人だぞ、一番偉いんだぞ、マンションで。こんなことして何になる。みんな出てきて話し合おうじゃないか。あーね、そっちがそういうつもりならこっちも本気出していいっていうことだよな。マンションの管理人をなめるんじゃねえぞ。この上には何がある。どうしても奴らは僕と顔を合わせたくないようだね。だいたいさ、ブラッパって鉄でできてるらしいから、鉄の塊を投げてきてるようなもんだよ。しかも人型サイズの。分かってんのか、ここの住民たちはよ。ここは右にダッシュ、そして早くこの右に行く。鉄球、やばい、火事だ。マンションが火事になってしまう。誰か消火器持ってって。なんで誰も消火器を持ってきてくれなかったんだ。ここはどこに行けばいい、この場所でいいのか。そして奈落の底へレッツゴー。絶対に諦めねえぞ。ここの住民たちをみんな構成すると決めたんだ。そして社会の役に立ってもらうと。魚飼ってんのか。ここはペット禁止ですよ。これはどうすればいいんだろう。え、キノコ残したまま来いっていうことなんかな。こっから生き残り状態を維持したままどうやって下に行くか分かんないんだよね。ちょっと考えていい。なるほど、下のテレサを左にやっておいて下に行けば大丈夫っていうことなんじゃないかな。まったく、魚を飼ってるなんて情報はパンショップで見た時にはなかったって、ちゃんと書いててくれよな今日のマンション劇場長くないですか。好評売れ行き中につき第1話で打ち切りだね。じゃあここは左にダッシュ、そしてここで大丈夫。あれ、この下に行けばいいのかな。そしたらみんなが僕を待っているみたいなここに行けっていうこと。バカにしてんじゃねえで、僕思ったんだよね、この左の方たちがマンションの住居人だよ。でも今は触るなと、そういうことだと思うんですよ。それじゃあ土管に。うわ、土管は入れない。ここは右ダッシュで行っていいと思う。多分それが正解だよモグラまで飼ってるのか。モグラはダメだって。魚もダメだって言ってんだよそれじゃあここはちょっと右に進んですぐ左に戻ると、そしたらあの砲台の場所が開くっていうことでしょう。それじゃあ進んでいきますか。今日のさ、トロールコースってあっち行ったりこっち行ったりが多いよね。あ、どうもこんにちは。この方はですね、マンションを掃除してくれるおじさんなんですよ。機嫌は悪くないから今日一旦すぐ逃げてみよう。あ、機嫌悪いみたいだねなるほど、そのまま右に突っ走れば中間ポイントが取れたと、そういうことだね。あ、でもなんかさっきとちょっと違くない、こっちが合ってるみたいな。いや、絶対そうだと思う。こっちは何かあるんだろうね。そしてキノコをもらえたよ。どうも、さっきの恩返しかな。キノコをくれました、あのおじさん。そしたらこのまま右に進んでいきますか。スターを取りたいところだな。スターを信用したいと思います。あっ、今日めっちゃ調子いいじゃないの。そして
もしかしたらあのキノコの裏にファイヤーとか隠されてるんじゃないのかな。はい、それじゃあここなんだけど一旦キノコ取ってみる。そしたらファイヤーにはね、なれないよね。そんでスタートいくみたいな。なるほどね。ここはさ、2分の1とかじゃないで、もうどっちも取らなきゃいけないんだ。さあ、くらいスーパーミラクルサンダーダーク。よしよしよし。ちょっとここカットしていい？それじゃあここなんだけど一旦キノコ取ってみていいかな。あ、ファイヤーにならないんだね。そしてスターを取っていけば先に行けると。なるほどね。ここは2つとも正解っていうわけなのか。それじゃあここはどうするんだろう。パックは倒さないでいい。僕は見えてるよ、ほらね。このキノコ取ってっていいのかな。右のハテナ怪しくない？うわあ、くっそ、でかいってあの魚。でもチビの状態で行くのが正解みたいな。あ、でもどっちにしろ中間ポイント取らせてくれたね。ラッキーラッキー。それじゃあ進んでいきましょう。いや、これは取らないでいこっか。取らないでこのパンを持ったまんまこの土管に入っていく。絶対これで正解だと思うんだよね。でやで、こっからパンを持って進まなきゃいけないと思うんだけど、下の絵がヒントになってんのかな。音符の上にパンを置けみたいなん書いてるよね。なんであの砲台と音符があるところまで探してってみようか。多分ね、この先が怪しいと思うんだよね。絶対こっからだよ。さあ下に降りていきましょう。そして砲台はここにあるけど、この下、なるほどね、この下に置けば何かあるみたいな。隠しブロックまで用意してるのかな、ここの住民は。さあ姿を現せ。しつこいんだよお前は。まあまあ、ここで魚が出てくるっていうのは分かりました。そしてこのベッドを来るまで何もしないでいい。きっとそうだと思います。さあベッドが来て、いや、まだ P スイッチが残ってる。よしよしよし。これ進めんのかな。ダメって、なんなんだその顔は。大体よ、そんな目で見んなって。こっちは神人だぞ、このマンションで一番偉いんだぞ。だからそこをどかんか、この唇クラウンが。はい、それじゃあ戻ってきましたけど、こっからどうするかだよね。多分ね、ここで P スイッチ発動する。そして今なんか左にボムヘいなかった？あのボム兵でこの壁を壊してもらって先に進めと、そういうことなんじゃないかな。なんでここは左に行けばいいんじゃないの。なるほどね、Pスイッチは叩かなくていいと。でも僕は叩きたいと思います。叩いて一旦上に行こうか。きっとこれが正解だよ。無様だな、デカブラパよ。クッパクランもいない状態でそんなところで一人ぼっち。さあここは、以上やぜ。それじゃあここはすぐ右に行っていいっていうことだね。かわいいパラシュートつけやがって。それじゃあここの石々襲ってくんのか。右のブロック開かない感じだね。じゃあ急いで登れっていうことだと思うんですよ。頼む、早く登ります。僕はこのまま天国へ。天国へじゃねえんだよ。こっから右にダッシュすれば先に進めるっていうことか。いや、これどうしよう。いや、待って、まずい。え、これで合ってたの？どっちが正解なんだろう。このまま先に行っていいのかな。あの鍵を手に入れたらやられるみたいな。ここは下、いや、どっち、いや、右下だね。ここゴールがあるんじゃないかな。そろそろ頼む、パン様共にゴールをしましょう。いや大丈夫だよ、ここでパン様にお願いしようか。行け、パン様。そしてこのまま僕はゴールへ。時計を手尽くすが。ここは右に行ってブラパを出すんだよ。そしてこのままパン様に倒してもらうと、そういうことですね。これでもうすぐゴールが近いと思います。頼む。やったの、引っかからないよ。こんなの引っかかる人いるんですか。それじゃあ P スイッチを踏んで、ここから先どこだろう。ゴールはあの扉なのか。僕はこの扉を信用しないで右に行きたいと思います。はっ、もう扉に入るしかないや。頼む、ここの正解にあって。いや、まだ全然ある、全然あるよ。いや、カシャンとなったけどさ、これ先進めんのかな。足はあるんだね、一応。
そしてどこに行けばいいんだろう。多分ね、ここまで合ってると思うんだよね。あ、この土管なんじゃない。こっちはまだ行ったことのない未知の世界だね。さあ行きますか。これは死に耐久と水かけでした。ゴールなんじゃないの。ダメそうだと思います。この下はなんもないで、ね、扉に入っていこう。え、これ何回も城みたいな。いや、それちょっと意味わかんないんじゃないんですか。ちょっと待ってね、ここの意味がわかんない。もう一回入って、なんか次変わってるね。こっからピンスイッチが発動してることによってノッスンが下に行く。いやいや、このコースの作りめっちゃすごいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ、アトラビーサエルミューロということで、壁をすり抜けろということですね。で、今日の一発マリオっていつもと全然雰囲気が違うと思うんだけど、この制作者さんが作る一発マリオってプレイヤーをからかうような一発マリオが多いっぽいんですよね。いや全然いいよ、僕からかわれるの好きだからね。 M じゃないからね、僕ド S だからね。まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.16%。 で、最近もね、ピオキングって S 要素ないよねみたいな、ド M 要素しかないよねっていうコメントが溢れてるんですよ。もう僕の普段の生活を見せてあげたいね。ちょっと待って、謎すぎ。左でフラワーが出てきたからさ、これ取っておこうか。そってこのハテナブロックは B スイッチ。じゃあこの B スイッチを振って右に走っていけと、そういう感じなんじゃないんですかね。いや、これもワンチャン一発でゴールありえるよ。さあ行きましょう、マリー。邪魔すんだー。僕気になってることがあるんだけど、右の扉って何なんだろうね。あの扉ゴールへの近道なんじゃないのかな。いや絶対そうだよ、こんなにめんどくさいことさせるんだもん。なんであの扉ピンスイッチを押して入る、それがきっと正解だと思うんだよね。さあ行くか、これで行かせてくれ。はっ。なにこれ、いやまだ間に合うんじゃないの。 B が解けたらこんなめんどくさいことさせんだって。いやでもあと1回 B スイッチがなくなったらいけるっていう感じでしょ。さあなくなりそうです、これで。やり直していい？絶対あの扉 B スイッチ振って入るで合ってると思うんだけどな。そっちは一旦チリになって行ってみる。この状態だったらどうなるんだろうね。すげえバカにされてる気がする。なんだよこのコースはよ、成敗されたでござるとか言うとでも思ったか。こっから僕はまだ生き延びてやるぜ。さあ、あのフラワーを取って、それじゃああの扉は意味ないっていうことが分かりました。なんであのピースイッチを踏んでもう一回上から走っていこう。もうそれしかないよきっと道は。なんでこっから右にダッシュして、ノコノコが出る寸前で止まるね。そっからゴールを目指してみる、絶対それが正解だと思うよ。ここで一旦下を出るでしょ、こっからゴール。人をバカにするのも大概にせんか。上等じゃねえか、ここまでコケにされたのは久しぶりだよ、マリオメーカーで。それじゃあこの P スイッチを踏んでいくところまで合ってると思う。そんでこっから右ダッシュして、ノコノコが出る寸前のところで止まっておこっか。そっからゴールを目指してみるね。ここで止まる、そして。もうやめてくれよ、なんなんだこれ、カオスすぎだろこの画面。久しぶりだね、こんなにコースで笑ったのって。それじゃあさ、今下に落ちたけど、その一歩前のところで下で待っておく、そして右にジャンプしてゴールを目指してみるね。こっからどっかにないはずなんだ、こっから右にダッシュして、やった。いや本当にすごい好き、こういうコース。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。